ートレース福岡で開催中の第44回 SG ボートレースオールスター。2日目の戦いもラストカード第12レースを迎えました。予選競争第12レース対戦メンバーは1号艇群馬の山崎智也、2号艇三重の新田雄志、3号艇佐賀の峰竜太、4号艇大阪の田中慎一郎、5号艇静岡の笠原亮、6号艇山口の白井英二、以上の6名です。今日は潮の引き始めた終盤戦の時間帯から逃げが決まりまして、人気の決着が続いています。この12レースも人気が集まったのは1号艇山崎智也です。昨日の初戦は3コースからのまくり出し、後半の大外戦も2着に入って得意の福岡上々の滑り出しを見せました。1号艇山崎、今日はこの陰線1回乗りです。2コースには2号艇新田雄志です。第40回福岡オールスターの覇者、こちらも昨日初戦1回乗りは4コースから差し抜けて白星発進。一方ドリーム戦6着からのスタートとなった3号艇峰竜太、前半レースは3着に食い込んでいます。4コース角に引っ張る4号艇田中慎一郎、展示から好気配を見せています。5コース5号艇笠原亮、大外には6号艇白井英二、3対3で1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。1番2番3番とスローの3艇スタート揃えて出てきます。伸ばし合う1番2番3番1番区、逃げる1号艇山崎をまくる3号艇の峰、そして2番4番とバック側です。先頭は1号艇山崎が残しています。スタートは前傾正常でした。逃げています1号艇山崎先頭、2番手は4号艇田中、2号艇新田、3号艇峰、3艇競り合って内を通っては5号艇笠原、これから2番区トップで1号艇山崎、続いて4号艇田中の外をつけ回る2号艇の新田雄志、2番手は4号艇の田中が優勢、アウト粘る2号艇の新田。レースはこれから2周目に入ります。先頭は逃げています1号艇山崎、そして2番手4号艇田中の外から2号艇の新田が食らいついています。2周1番区まずは先頭で1号艇の山崎、続いて4番2番握り合うところ3号艇ミレもやってくる、握って返したのは4号艇の田中慎一郎、3番手に2号艇新田雄志です。上位3艇は1番4番2番、その後ろは3号艇ミレと5号艇笠原が並んで、最後方に6号艇の白井。2周2番区先頭は人気1号艇山崎、続いて4号艇田中、2号艇新田の折り返します。5番3番の攻めもしのいでいます2号艇の新田雄志、上位3艇は1番4番2番と変わりなく、レースはこれより最終周回です。先頭は人気を集めていました1号艇山崎智也が逃げています。最後の1枠トップで回る1号艇山崎、2枠は4号艇田中慎一郎、2号艇新田雄志が3番で、上位3艇1番4番2番で最後のバックストレッチを構想中です。先頭で待ってくる1号艇の山崎智也、2番手で4号艇田中慎一郎、2号艇新田雄志が3番手、1番4番2番の順に12レースまもなくゴールです。1番5輪4番5輪2番5輪3番5番5輪ラスト6番5輪、以上全体合輪しました。第12レースが終了しています。